マーカス・バンクスは、アメリカ合衆国のネバダ州ラスベガス出身の元、プロバスケットボール選手。身長188センチメートル、体重100キログラム。ポジションは、ポイントガード。1999年から2001年までは、ティキシー大学でプレー。2001年 UNLB に編入。2年間で、平均18.1得点、3.3リバウンド。 4.3アシストを記録した。2003年の NBA ドラフトで一巡目13位指名をメンフィスグリズリーズから受けたが、トロイベル、ダンテ・ジョーンズとのトレードで、ケンドリック・パーキンスと共にボストンセルティックスにトレードされデビューした。ルーキーイヤーの2003から04シーズンは81試合に出場、平均5.9得点、2.2リバウンド 1. 1、1.1。 スティールの成績を残す。2004から05シーズンも81試合に出場したものの、出場時間は減少。続く2005から06シーズンも15分弱の出場に終わっていた。しかし、ミネソタティンバーウルブズとのトレードでチームを離れる。ウルブズでの40試合では、自身最高の平均12.0得点、2.9リバウンド、4.7アシスト、 1.2スティールを記録した。シーズン終了後、フェニックス・サンズと契約。しかし、3ポイントシュートを多用するチームのプレースタイルにマッチせず、移籍1年目は自己最低の45試合の出場にとどまった。翌2007から08シーズン途中に、シャキール・オニールとの交換で、ショーン・マリオンと共にマイアミ・ヒートに移籍した。2009年2月13日、 再び、ショーン・マリオンと共に、ジャーメイン・オニール・ジャマリオ・ムーンとのトレードに出されて、トロント・ラプターズへ移籍。ありがとうございます。